はいどうもコミです。さて本日はこちらホームのね関西クラクラクラブからお届けしたいというふうに思うんですけども、中身はですね実は関西クラクラクラブと TH コンプリートさんのねフレンド対戦、ありました。負けました。つえ本当にねこのクラ何なんだって感じですね。この前無課金弱者連合さんとも確か対抗戦やって勝っていて、で今回我々はですね関西クラクラクラブとあとヤマモンズさんというですね、クラのとこ合同でやったんですけども、それでもですねもうお互いにもう精鋭10名集めて20対20でやったんですよ。でもこの差これですよね。ものすごいで攻撃力がまあ半端なくって、まあ、村も多分 ねこれから JWC が始まるのでおそらく本ちゃん用ではないと思うんですよ。なんでまあそれなりに僕らも取れたは取れたんですけど、まあそれ以上に相手の攻撃力がもう半端じゃなかったですね。もうさすがにびっくりしたぐらいに強かったと。まあまたねリベンジしたいと思うんで、ぜひまあその時に参戦してくださる仲間のね方がいらっしゃれば関西クラクラクラブ来てほしいと思うんですが、本日は、そんな中からですねライトニング戦術に関してまず見ていきたいというふうに思います。合計3回に分けたいんですけども、でこの第1回目はライトニングですね。で主題はホグライダーを使う場合っていうのが最近まあこちらほら見かけますよね。どんな場合にホグライダー使うのっていうね、そこのところに関して本日、中心的にお話ししていきたいというふうに思います。合計3本、リプレイございますね。最後までお付き合いください。まずこの1本目ですね、ミッチーさんが攻められたアタックなんですけども、天才と言われるライトニングプラスクエイクでここの部分壊していきます。要は投石機とあと、インフェルノタワー、さらに防衛具のクランジョですね、これを確実に、ぶち壊していくと。で、こうするとですね、どういうことが起こるかっていうと、あと怖いのってこの辺の施設とかアーチャークイーンかヒーローぐらいですよね。あとまあタウンホールか。で、この辺を、ヒーローパーツから処理するんですね。こうヒーローでガッツリとこう削っていく。こうか。ヒーローですね。そうすると、この辺ってもう実は削れちゃってるので、まあ、ホグのルートが非常にまあ回しやすくなるんですね。見にくいかな。ホグのルートがもうざっくりと、こんな感じになってくるということですね。でプランニング的にはそこからこうね、最後3種方面に向かってホグを流していくんですけども、攻め方のポイントです。まずこれヒーローパートにちょっと足んないヒーローいますよね。ロイヤルチャンピオンですね。これを出していません。でこのヒーローパートの役目っていうのは、残ったですね投石機とかインフェルノタワーっていう、まあダメージの大きい防衛を壊しながらこのホグライダーのルートを作るんですね。なんでそこに必要以上にダメージを追い打ちかける必要はなくって、ホグライダーに混ぜてロイヤルチャンピオンを出していきます。でこうすることの意味ですね。こうすることによって、ホグライダーの後ろからロイちゃんがつくと、ホグライダーが盾になるんで、まあ、ロイちゃんがあんまダメージ受けないと。で、その上にですね、スケルトントラップとかが出てきても、それを全部ロイちゃんが排除してくれるんで、まあホグライダーのサポートになりますよね。で、さらにこうルートが膨らみそうなところではホーミングシールドを使うことによって、さらにホグライダーのルートをこう制約するということができるわけなので、まあ、ホグがこうね、束になって動きます。そうすると、まあまあ火力が高いので、ホグライダーなかなか止まんないですね。まあ、当然ね、ヒールの呪文に入りやすくなる反面、巨爆も食らいやすくなっちゃうんですけども、最終的にはこのロイヤルチャンピオンが最後まで生き残ったことにより全開まで伸びるという形ですね。まあ、これが、天才、ホグライダーの、まあ、基本的な、運用の仕方になってくるかというふうに思うんですが、なんでね、じゃあそもそも今回、天才ホグを使ったのというところをですね、ちょっとこの、リプレイ最後全開まで見てからおさらっていきたいと思います。これ多分ポイズンの呪文完全にどうやってますけど、これいらないのに間違って持ってきちゃったかもしれないですね。まあスケルトントラップこれ初見だったんで、このスケトランが大量に出ちゃった場合っていうのは当然、このポイズンで処理しようと、まあ、いうことも考えてたのかもしれませんが、援軍処理用にもしかしたら間違って持ってっちゃったんで呪文1枠分お釣りが出たアタックになったかもしれないですね。まあそう考えたら余計すげえなっていう気がするんですけどね。で今回のケースで言うと、まずね、見てほしいのが、ここ。明らかに施設が集中してますよね。その火力が高い施設が。クランジョ防衛軍ですね。最強の防衛です。これプラス、第2の砦、投石機、まあ、あとヒーローですね。こんな風に重なってるんで、ここに関してはやっぱライトニングしたくなりますよね。一般的にその、パッと見た瞬間。で、じゃあライトニングを打ちました。この上半分をガツッとね、こうね、削っていきましたと、こんな風に仮に削れたとしましょうかね。した場合に、タウンホールはね、突撃艦で落とすとして、はい、残った領域って、まあ、ここじゃないですか、この辺、こういうところ。ここを、
何で落としますって話なんですね。時に、まあ選択肢は2つありますよね。ホグライダーとバルーンだと思うんですが、ね、おそらく今回エンペラダーさんが、ホグライダーを選んだ理由っていうのはこれですね。これここでございますっていう感じかな。エアスイーパーですね。このエアスイーパー2個がどうしてもこれですね、この戦術の中では巻き込んで壊せないんですね。そうすると完全にこれ下方面をこうカバーしてくれてるもんだから、バルーンたちを使ってしまうとここで全部、例えばこっちからこう入ってきたバルーンとかがみんな外にこう押し出されちゃうんですよね。で延々とイーグルが行き続けて、バルーンが全滅する。今回のケースでこの、ね、陸のクロスポとかがあったりして結構、まあ、空が美味しそうに見えるんですけど、エアスイーパーが処理できない前にやっぱりバルーンは使いたくないって考えると、もうルートもですね結構ね綺麗にタウンホールさえね突撃艦で壊せれば作れちゃうので、あとはじゃあホグライダーの方がまあ無難なんじゃないかということで、おそらくこちらを選んだんじゃないかなっていうふうに思います。まあホグライダーを使うことによってね、やっぱりエアスイーパーが無効化できるっていうのは大きくて、その辺が天才系のねヒーローパート含めて、壊せるんであればバルーンすごくいいんですけど、壊せない場合にはホグライダー全然ありですね。で、あともう一個は、この対空砲の位置も結構重要です。これがね、こういう隅っことかにあったりすると、こういうとことかにあったりすると、この迫撃砲とか、エリクサーポンプのとこにあったりすると、対空砲にこう張り付いたラバハウンドが全然周りの防衛施設のターゲットを取ってくんないっていうね、悲しい事件が発生しちゃうので、そういう場合には、むしろバルーンが使いにくいと判断して、ホグライダーに変えるっていう場合もありますね。なんで、あえてね、そういう風な、対空砲の置き方をするっていうのも、まあ当然ありなんですけど、まあ反面ね、食い火とかドラゴンに、まあ弱くなるというデメリットもあるんで、まあそこら辺はバランスですね。まあ、バランスって言いながら最近そのバランスするのが難しいんですよね。本当にまあ攻めて優勢なんで。というところでですね、2本目じゃあ行ってみたいと思います。どんな場合にじゃあバルーン使うのっていうと、こんな感じですね。今回このファルコンさんですね、天才からの、バルーンを使っていくんですけども、プランニングちょっと先に簡単に言うとですね、まずこの、ね、天才パート、ここ狙っていきますね。エアスイーパーと、クランジョですね。あとは投石機、ここに打っていきます。で、こちらですね、この部分、ヒーローで処理していきます。こうすることによって相手のロイヤルチャンピオンアーチャークイーンだけでなく投石機2本を、ヒーローパートプラスの、ライトニングパートで折っていくと、まあ、いう形になります。でそうした後に、本体のバルーンたちはこんな風に出していきますね。面でバルーンをここに当てていくんですね。だまあ面で当てるといってもここがこうね綺麗に、破壊されていればバルーンたちのルートってもう自然にこうなりますよね。なんでドバッと面で出していってもちゃんと、タウンホールの周辺にまとまってくれるということですね。タウンホールに関しては突撃艦で処理するという形になるんで、ここからですね、攻めの手順を順を追って見ていきましょう。いやこれねやっぱね投石機って前にもちょっとお話ししましたけども、タウンホール13におけるもう最大火力の、マルチ範囲攻撃施設になってくるので、これをですねやっぱバルーンとか、まあ、何をするにしても優先的に壊しておくっていうのがやっぱり重要ですね。クイヒーするにしてもスーサイドにしてもをするにしても、この投石機プラスのタウンホール、このまあギガインフレのかな、こいつらをしっかり処理した後に本体を出せるかどうかっていうのがアドバンテージの、ね、面でかなり重要になってくるので、それはしっかり押さえておきたいっていうのと、今バルーンここにいますけど、エアスイーパーここにあって、エアスイーパー壊してるんでこの向きに吹く風がやっぱないですよね。そうするともうバルーンの進軍が非常にスムーズですね。で、こんな感じしっかり束になって進みながらタウンホールの方に迫っていくという形になります。はい、これですね、フリーズをしっかり当てることによって、タウンホール、ギガインフェルトが起動するんですが、ほとんどその攻撃を、ね、させることなくスニークゴブリンで追っていくと。これ見てください、これエアスイーパーの今吹き戻し見ました。こんだけボーンって一気に、ね、戻されちゃうんで、これを序盤に受けちゃうともうヘイストなしでは全然そこまでたどり着けないってレベルになっちゃうんですね。なんでやっぱりエアスイーパーがあるかないかっていうのはかなり、このですね、バルーンを使えるかどうかっていう、まあ、点において重要になってくるポイントなのかなというふうに思います。今回みたいにファルコンさんしっかりエアスイーパーを壊していればホグではなくて、バルーンを使うということができるんですね。こんな感じでかなりのバルーンが残っての、難易度アタックということになってます。
まあこの辺ってやっぱりですね、どうしてもバルーンをね最近皆さん一辺倒的に使いたがると思うし、私も実際よく使いたくなっちゃうんですけども、ホグライダーってやっぱりこういう点でいくと見直すべきところあるのかなという気もしますよね。ミッシーさんのアタックね、本当誰かがバルーンで攻めてくれてたら分かりやすかったんですけども、ちょっとねそれはなかったので、あくまでこう推測してもらうしかないような形になるんですが、それにしてもですね、エアスイーパーの効果っていうのがどんだけ無効化できるか、そこが大きく、バルーンを使えるかどうかに関わってくるっていうところはね、よく押さえておくべきかなと思います。本当ね、天才っていう、ライトニング使うと呪文枠が限られちゃうんで、それ以上に兵質とかいっぱい詰めないですよね。なんでなるべくそういう無駄に呪文を使うことをもう余儀なくされる場面は減らしたいというのはありますね。でラスト見ていきましょう。これ私がね、ミダカゴさんに取られたアタックなんですけども、今回これ天才ではないですね。普通のラバルです。ラバルなんですけども、ついつい天才をね、意識しがちなんですが、普通のラバルでもやっぱり同じことが言えるし、必ずしも今回の私の村みたいにクラン城の周りに、対空の重要防衛を置いてない、投石機はここにありますよね。でアーチャークイーンとかもこいつはもうこっちにこう離れてるんで、天才は比較的しにくいかなって、やるとしたらこれかイーグルと投石機能とか当てるって手はあるんですけども、その手を取らずとも、別の方法でねラバルで取っちゃいますよっていうのがこれですね。でそのラバルがうめえっていう話もね、実はあるんですけども、それ以上に今回はエアスイーパーの仕事だったりとか、あとはどういう風にねそれを無効化しながら攻めていくプランニングを練ってるのか、その辺を見てほしいと思います。で今回のこのミダコグさんのアタックで言えば、タウンホール周りここですね、ここは、キングとクイーンで追っていきます。でこうか、でここ、ロイヤルチャンピオンですねって打っていって、一気にですね残ったこの直線ルートに、バルーンを回していくって感じですね。こんな感じドーンっていくからね。でそうすると、これですね、防衛具はもうしょうがないですね。ポイズンで処理するしかないという形で持っていってます。これ初見でやられちゃったんですけど、でエアスイーパー2本に関してはこれアーチャークイーンが届いちゃうんですね。なんで、ここをしっかりとフリーズを与えてロイちゃん固めながら、さらにアイスゴーレムにも固めてもらいつつって感じで、タウンホールを壊してからこのエアスイーパー2個をねしっかりとアーチャークイーンで折っていきます。そうすることによってこれですね、ボマーがねやっぱりいいんですね。これよく見るとこんな風にねなってるんですよ。こんな風になってるのかな。なんでここの部分っていうのを全部ボマーで壊すんですね。でもってバルーンを一気にドバンと直線的に流していく。やっぱり今ですね、この LGA を作るっていうのは少しもう考えとしては複雑性を増すので、あんまり得策では多分なくてですね、なるべく直線ルートを作るのが得策なのかなって思います。でさらに今回で言えば投石機なんかもこれね、これ対空砲についたラバハウンドがしっかりターゲットを取ってくれるところにあるんですよね。で実は2個目の投石機私ここにあったんですけど、この投石もこの対空砲についたラバハウンドを狙うような位置に実はありました。なのでラバハウンドをしっかりね、対空砲に当ててあげれば、投石のダメージが、2個、1個かな ?2 個か。2個投石が残っちゃうんですけども、バルーンたちに対する投石のダメージは入らないということをしっかりとね、分かった上で使ってるっていうのが、やられたって感じですね。すごい、このバルーンの残り方、参りましたね。今のところ見ていきましょうかね。これですね、エアスイーパーは2本あるんですけども、両方ともアーチャークイで壊せるという算段を踏んでること、あとここ投石機に関しては、しっかりこう対空砲に、ラバハウンドがつけば、バルーンに向かわないという位置にあるので、そこにしっかりとラバハウンドを当てることによって投石機を無効化するということ、この辺を、きちっとね、プランニングの段階で見ておきながら、あとはどういう風に、ラバルを回すかで、これですね、ロイヤルチャンピオン、アーチャークイーン、タウンホール、この3つの対空の主力防衛に関してもヒーローパートで壊しやすい位置、半分よりこっち側にありますんでね、壊しやすい位置にあるということも踏んでの、このスーサイドパートからのラバル展開でございました。うまいですね。非常にうまいんですけども、こうね、話を噛み砕いていくと、やれなくはない。理屈はわかるっていう感じですよね。あとはそれを、実際にやりきるプレイヤースキルっていうのが、それもそれで難しさを、当然あるんですけども。
まあ、まずはですね、どういう考え方で、プランニングを練ってるのかっていうところをね、まず第一段階として、理解した上で、ぜひぜひね、こういう方法皆さんも、よろしければ練習してみてもらって、ダメだったらホグライダー、今のエアスイーパーだったり、投石機っていうのが、きちっとですね、ラバハウンドだったり、ヒーローパート、ライジングパートで、処理できる、ないしは、ターゲットが取れる、ということであれば、ラバールを使う。で、そうでなかったらホグライダーみたいなね、今こう使い分けてもらうと、まあ、割かしですね、無理のない選択ができてくるんじゃないかなっていうふうに思いますので、よろしければご参考いただければ幸いです。そしてこの動画もし参考になったよということでございましたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。また関西クラクラクラブですね、この TH コンプリタさんに今度またリベンジマッチやりたいと思います。そこで一緒に戦ってくれるメンバー、また GWC 戦ってくれるメンバー募集しておりますので、お気軽にですね、ダンホール13の対戦大好きな方、お越しいただくのをお待ちしております。というところで本日動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。